1988年ベルギーグランプリは、1988年 F1 世界選手権の第8戦として、1988年8月28日にスパフラン・コルシャンで開催された。マクラ・ーレン・ホンダのアイルトン・セナとアラン・プロストが1列目を分け合うという見慣れた結果となった。その後も、フェラーリの2台とベネトンの2台、ロータスの2台という、この年に多く見られた。 予選順位となったが、エンジンパワーに劣るウィリアムズジャットのリカルド・パトレーゼが5位につけたほか、ロータス・ホンダの中島・サトルが、昨年度のドライバーズチャンピオンで、チームメイトのネルソン・ピケを下し8位につけた。ウィリアムズのナイジェル・マンセルが、体調不良で欠場となったため、マーティン・ブランドルが出場したが12位に終わった。ミナルディのルイス・ペレス・サラ・とピエル・ルイジ・マルティに、 ユーロブルンのステファノモデナ、ティレルのジュリアン・ベイリーが予選落ちとなった。乾燥台数がわずか10台というサバイバルレースとなり、予選で1位と2位につけた、マクラーレン・ホンダのアイルトン・セナとアラン・プロストがそのまま、ワン・ツーフィニッシュした。長らく3位を走行していたミケーレ・アルボレートは、エンジントラブルにより、マシンから白煙を吹きりたいや。母国グランプリであるティエリー・ブーツェンと、 アレッサンドロ・ナンニーニのベネトン2代が3位と4位で、チェッカーを受けたが後に失格となり、繰り上がりで5位で終えていたイヴァン・カッペリが公式記録で3位となり、イカ繰り上がりで4位は、ロータスのネイルソン・ピケ、5位と6位には、デレック・ワーウィックとエディチーバーのアローズ勢がポイントを得ることとなった。また、予選5位と校長だったリカルド・パトレーゼは、決勝で、 カペリと接触ギリギリの大バトルを繰り広げたが、エンジントラブルによりリタイアした。予選でピケの上の8位からスタートし、レース中も5位をキープし、ピケをリードし続け、国際映像でもピケやナニーにとのバトルを映され続けた中島悟はエンジントラブルで22周目にリタイアした。最後の完走者は AGS のフィリップ・ストレーフであった。 3位でゴールしレース後表彰台に立っていたブーツェンと、続いて4位でゴールしていたナニーニのベネトン2台は、レース終了から3ヶ月以上経過した11月末になって、フィザから車両規定違反があったとして失格が発表された。ベネトンの2台は公式記録から除外され、完走を果たしていた5位以下のドライバーの順位が、すべて2つ繰り上がった順位に公式記録が訂正された。 これは、ブーツェンのマシンからレース後採取されたガソリンのオクタ単価が、レギュレーション規定の数値を上回るオクタ単価だったため、シーズン終了後だったため各ランキングも修正され、ブーツェンは4ポイント減でもドライバーズランキング4位のまま変化がなかったが、3ポイント減となった何位にの、ランキングは7位だったものが9位体と変動することとなった。ありがとうございます。